どうも、生涯収支マイナス3億円くんです。昨日の動画でですね、今日のプロキオンステークスと七夕賞の予想を発表したんですけども、その予想が見事外れましてですね、まあ、もし僕が馬券を買っていたとしたら、めちゃくちゃ負けてたことになるんですけど、買いました。馬券を買いました。ボケー！小倉プロキオンステークス、一着ヤマニオです。来てるやん。来てるやん、ヤマニオです。俺本命でしょ、これ。二着、スレイマン。スレイマン。ええやん。三着、マリオロード。誰やねん！マリオロード。マジで？マリオロード？クリボーとか歩いてる感じ？それ。なあ。マリオロード。ハピー四着。マジ？ハピー。ハピー。ハピー四着やん。なあ。福島七夕賞、一着レッドラディエンス、二着キングズパレス、三着ノッキングポイント。ダメ、あかんわ、マジで。セイユンプラチナは14着。わお、めっちゃ外したな。プロキオンステークス、逃げ馬が多い中、注目が集まるスタートで見せたのは13番ブルーさん、7番バスラットレオンが花を争い、この2頭か、バスラットレオンが花を取ると。3コーナー中間あたりで竹豊の山にウルスが大きく動き、一気にちぎる。最後の直線でも他を寄せつけない末脚を見せる。ええやん。2、3着争いはスレイマン、ハピなどが競り合うも、山にウルスには全く及ばない。あ、山にウルスは相当強かったね。スタート出して促して単独4番手、1コーナーまでの位置取りが最高の形。向こう上面では前2頭が飛ばすのをほっとかず、常に射程圏内、4カード先頭で回ってき、強い横綱相撲。すごいね。マリオロードはスタート5部からやや下げて中段、直線に入ってきた時は一時前が壁になる場面もあったが、前が空いてからは左右ちょ突っ込んでくる。最後は差し切り3着。すげえな、マジで。マリオロード誰？セマジョッキー。14番人気やで。ハピが抜かされた。ハピ、ハピはスタート5部から道中マリオロードと同じように中段、最後外回し上がってくる、直線に入ってじわじわ伸びてくる、最後はしのぎ切れて4着。向こう上面にペースが流れたためか、最後は消耗戦に、お母さんに電話しました。はい、それもお母さんに電話したんですけど、いや、これどうしようか、伊藤ちゃん。負けちゃってんけど。あ、伊藤ちゃん。もしもし。あら、なんかあった？どうした、伊藤ちゃん。あれ、どうしました？今日のも全然笑ってくれ。声、喉痛い。もしもし。あれ、どうしたよ、これ真横くんどこでちゃう。あ、もしもし、こんにちは。ここに付いてる。どうされたんですか。はい、何なんですか。あれ、なんかどうしたあれ、カメラマンなので。すいません、全然笑ってこれんくなってる、カメラマン。いや、その、しおみ、あれ、なんかしおみのやつ見た、もしかして。ちょっと周りからすごく言われて。しおみが言ってたよって。はい。しおみが伊藤のことこう
言ってたと思って、はい、ちょやめてや、あいつのせいで現場の空気悪くなってる。ナウはこっちやの、塩見なんかあんなやめたやつが言ってるだけやん、ひとちゃん。いや、ちょっと後輩の意見って大事なんで。後輩になんか言われてた。いや、ちょっと重要なと思ってみたいな言ってた、伊藤マネージャー。いや、ええやん、伊藤ちゃんはこういうキャラクターでやってて怖いって、ずっと無言で怖いって、普通にしてやろ。カメラマン、あー、もしこれはもう高森に続いて塩見と徹底討論やな。いや、あの塩見くん後輩なので、はい、あのごめんという気持ちしかなくて。わあ、これ一番良くないね。あの同期とか上にだったらあの言えるんですけど、高森は同期やったしな、はい、うわーって言うと、ちょっと後輩はそのなんか仕事とかやったら怒れるんですけど、はい、そのちょっとあのあんまり関係性もないから。塩見、伊藤マネージャー壊れた。もうこれはもう塩見に、塩見謝罪や。何これ。いや、私が悪い。ああ、聞きたくないね。じゃあじゃあそのさ、けやっちゃうね、競馬負けてん俺で、負けたーとか言っていつも通りこうクスクス笑う感じは、カメラマンなので。最悪や。ほんま伊藤泉には言わんといてよ。いや、あの伊藤泉が一番怒ってました。え、伊藤泉が怒ってた。はい、のぞみさんに何言ってんねんって怒ってた。あ、そっち。あちょ、派閥できてるやん、ちゃんと。俺周りの吉本社員で派閥できないよ。みんなで仲良くやな。塩見なんか今オーブのマネージャーやねんから関係ないやろ。伊藤泉怒ってた。はい、粗品さんにも怒ってました。俺のもさ、はい、なんてのぞみさんの味方せんねや。待ってや、もうさ、そんな感じに見えた。ちょっと悲しかったです。いやいや、じゃあ俺笑っただけやん、そりゃって。いや、そういうマネージャー同士のおもろいなって言っただけですやん。俺塩見の味方してた。はい。すいません、本当に申し訳ないです。もうあの明るく元気にしますか、カメラマン。よりハスキーになってる。あ、今何分いた。今7分50です。めっちゃ言ってるやん今日。いや、でもまだ1レースしか振り返ってないで、めっちゃ言ってるやん今日。もう競馬どころじゃないね。これは分かんない。もう一回飯やな、みんなで。いや、大丈夫です。え、飯も大丈夫。ちょっと、あの塩見くんには本当に私ごめんしか言えない。ちょっと後輩には本当に言えなくて。あー、なるほど。まあまあまあ、でもさ、明るくするもしかしたら。どう。いや、もう、そのいや、塩見より本で硬いや。塩見でももうちょっと笑ってた。いや、ちょっと心を制します。ちゃんと仕事をさせていただきます。すいません。全然笑ってないよ、ほんまにびっくりするぐらい笑ってない。そのレンズ越しじゃなくて直接見てみても、なんかすごい顔してる。芸人死ぬぞ。いや、吉本の社員がの芸人をそんな目で見てええわけないやろ。芸人死ぬぞ。大丈夫ですか。これはもう緊急で動画撮らなあかんな。これな、わかりました。まあとにかく、ノッキングポイントも何やねん。ちょ、さ、ノッキングポイントも8番人気で来てんで、3着に。ひどない、伊藤ちゃん。その30秒無視とかはやめてや。その喋りかけた時にさ、第一声引き出すまで俺えぐかった。ほんまどうしたんだなと思った。びっくりした。そんなんちゃうかったんや今日一日な。それ何の青いキーホルダーみたいな新しいやつ。あ、いいよ、よし。じゃあ
よし、よし、引き出しまった。もう芸人の原点やわ。目の前の人を笑かすっていうな。え、でもカメラマン。え？カメラマンなので。可愛く撮ってね。と言われて。でもね、その思わぬ形で、な、まあ、よくも新章突入です。こんな、スタッフ間のバチバチ。でも、後輩には謝ることしかできない。これ、塩見が。はい、終わりました。というわけで、なんやねん、もう。伊藤泉にも話聞かなあかんな。というわけで、大阪からお送りしました。ね、あの、競馬も引退します。夏競馬むずすぎ。もうわからん。ちなみになんか、ハピの弟かなんかがね、めっちゃ買ったらしい。ちゃうっけ？ハピの弟のリトルハピが昨日買ったって。ええやろ。リトルハピが買ってんて。だから伊藤とリトル伊藤でもな、ちょっと頑張ってもな。まあ弟というか妹が。はい、じゃあ競馬やめます。よいしょ。